阪神の西純也投手19が27日の朝自らのツイッターを更新おはようございます僕は金メダル取っていませんと苦笑いの絵文字をつけてメダル獲得を否定した26日に女子ストリートで13歳の西矢もみじ、もみじ紫スポーツが日本史上最年少の金メダルを獲得 ネット上では、西矢って文字を見たら西純矢と空目してしまう、何度見ても西矢もみじを西純矢と見間違える、など話題になっており、西純本人も、堀米さんの間違いほどではありませんが友達から言われたので、わら、と男子ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗と漢字一文字違いで、フォロワーが急増して話題になったサッカー J2 アルビレックス新潟の堀米雄斗に続く、友人の勘違いを報告。 最後は、西矢選手おめでとうございます、と祝福の言葉で締めた。